お絵かき部のお絵かきです。はい、今日はですね、バーチャル上で行われる同人誌即売会ネオケットというのがね、1月に開催されるらしいので、こちらに申し込むためにサークルカットを書いていきたいと思います。サークルカット、同人イベントに行かない人には馴染みがちょっとないかもしれないんですが、これは、イベントに参加する、サークル参加する人、同人誌を出す人ですね、が参加するために必要なカタログとかに載せる、私のサークルはこんなサークルですっていうのを紹介する、イラストですね。これを今から描いていくんですけれども、ネオケットって一体何なんでしょうかっていうことなんですが、公式サイトに説明文があったので簡単にかいつまんで紹介すると、ネオケットとはバーチャル空間で行われるピクシブ主催のオールジャンル同人誌即売会イベントですと書いてありますね。今年の春に私も参加ちょっとしましたが、コミックウィケットというイベントが、クラスターと VR チャットとあとスタイリーさんの3つの箇所でね、開催されましたけども、それと似たような感じなんですかね。まだ詳細はよくわからないんですけども、ただちょっと説明文を読んでいくとね、ネオケットは即売会の楽しさである参加者同士の交流を、バーチャル空間でのびのび楽しめることをコンセプトにしていると。で、数百から数千人の参加者が同じ空間上に同時に参加できる即売会システムを新たに構築しましたって書いてあって、新たに構築したって書いてあるので、これは VR チャットとかクラスターとか使わないでネオケット用のそういうのがシステムができるってことなんですかね。ちょっとここはよくわかんないんですけど、どうなるんでしょう。確かにコミケとかの楽しさって、たくさんの人が同じ場所に会するっていうのがね、イベントらしさだと思うので、それができるならすごいですよね。ただ今回のイベント、サークル参加がね200サークルなんですね。まあ小さなオンリーイベントとかだと数十サークルとかになるので、まあ規模としては真ん中ぐらいですけど、いやー、これ結構たくさん応募集まるんじゃないかなと思うので、定員数を超える場合抽選とさせていただきますとあるので、今回応募するんですが、ちょっとね、受かるかは分かんないのでね、ちょっとそこは、ドキドキっていう感じなんですが、まあこの数もね、200サークルって数もそのシステム上多分それが今のところ限界っていう感じってことなんですかね。じゃあどんなイベントになるんでしょうか。まあもしね、サークルさんができなくても一般参加はしてみたいなと思っていて、でこちらのイベント当然ね、自分のアバターも使えるらしいんですよね。やっぱピクシブさんが主催ということですからね、いろいろスタジオをしてますからね、それも使ってくださいねってことなんでしょうか。ネオケット1月30日やりますので、その日はね配信したいなと思っております。サークル参加できるかな、楽しみですね。ということで、サークルカットの方がね、どん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 と書き上がっております。今回のサークルカットはね、まあ結構なんだろう、ちょっといつもと違う感じの絵柄かな。目を大きくしてね、クリクリっとした感じの私をね描いてみてます。あ、でね、お絵描き部の部がね、漢字がちょっと間違ってるんですが、部の左上が土になっちゃってる。これね、こう勢いで描いてて、こうざっくりラフで描いたやつをそのまま描いちゃったら間違ってますね。これはちょっと恥ずかしい。ということで最後にね、背景を、まあ、背景ね、これちょっと迷ってたんですけど、最終的には背景はラフで使った線画を、使うことになるんですけど、まあね、あ、そうそう、だからデジタルのイベントだから普通はね、サークルカットって白黒で、提出するのが普通なんですけど、デジタルの、多分デジタル上だからなんですかね、カラーで OK って感じなので、カラーでサークルカットを書いております。はい、ということで、ちょっと整えて完成ですかね。はい、と
というわけでサークルカット完成しました。さてね、このネオケット、すごい初めての試み第1回ということなので、ぜひぜひサークル参加したいなと思ってますが、サークル参加もし、当選したら同人誌書かないといけないのでね、その時は、バーチャル生まれという同人誌2冊私は出してますけども、その3冊目出したいなと思っているので、楽しみにしていてください。はい、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。楽しんでいただけた方は高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。VR お絵かき部部長の萌川亜希でした。それではまた次回。